Estimate. Population. Revolution. Take place. Industrial. Fossil. Coal. Source. Steam. Transform. Colonial. Means. Gather. Characterize. Pre-industrial. Agricultural. Owning. Steadily. Ownership. Acquisition. Consumption. Ecologically. Sustainable. Housekeeping. Mode. Replace. Exploit. Anonymity. Common. Contribute. Criminality. About 250 years ago, with an estimated world population of 800 million, the next great revolution took place. The Industrial Revolution. It was based on fossil coal as energy source, the steam engine as energy transformer, and the colonial system as the means for bringing resources from all over the world to Europe. The hunter-gatherer society was characterized by sharing, the pre-industrial agricultural society by owning, and the industrial society by steadily increased ownership. Acquisition and consumption are means of keeping the industrial system going. The ecologically sustainable, or housekeeping, mode of life was replaced by an exploiting one. Anonymity became common, which contributes to criminality.皆さん、こんにちは。ストラクチャー第45校、始めます。今日も頑張っていきましょう。今ご覧いただいているのが今日の全文です。ちょっとつめつめにしてますけどね。そしてね、これ全部で6文あります。1文ずつね、いつもより解説をしていきます。よろしくお願いします。では、第1文目始めます。About 250 years ago、およそ250年前にと。で、with、with が来るとね、前置詞なので何か名詞が来るということになりますね。ここに and あるでしょ。これが単数名詞が来るよというサインですね。そうすると estimated world population、こいつですね、人口ですね、 of 800 million と、これ、800の100万なので8億です。どうですか、わかりますかね、これね。英語はですね、まあ英語というかその西洋文化は3桁でなんかカンマ打っていくのね。だからこれが800でしょう。でミリオンって100万なんだけど、こんな感じでね、だから100万が800でいくらでしょうみたいな感じですけど、これ8億になりますね。だから8億人の人口だ。でエスティメイトはね、まあ評価するって意味だけど、まあ推測なんでしょうな、想定されてるとか推測されるとか評価されてるとかいうことで、見積もるとかね。だからおよそ250年前にまあ8億人か、世界人口推定でね、8億人ぐらいで、 with はとともにとかね、がいてとか、こういうふうになりますね。でここからは主文が始まります。 The next great revolution で took place と、でこれで主語動詞になりますね。次の大きな革命が起こりましたと、次のっていうことはね、その前もあったということになります。どうでしょう皆さん、革命というと何をこう想定されますかね。まあ主にですね、まあ産業革命というのはもちろんこう一番大きなやつだとは思うんですけど、政治的な革命ですね。だからまあ経済的な革命と政治的な革命、もちろんそれらがね、合体して起こるでしょうけどね。でまあこの流れでいくとね、まあこの後にインダストリアルリボリューションということで、このハイフン、まあまあつまりと訳してもいいですしね、すなわちとやってもいいし、何も書かなくてもいいけどね。でインダストリアルリボリューション、これ覚えてね、これが産業革命ということになります。これ
産業革命がですよ、次の革命と、これね、次の革命って言ってるので、その前の経済的な革命って言ってない、何でしょうねこれね。もちろんね、本文はですね、この前の段階があるので分かるようになってます。これね、その入試問題の一部だけをこう切り取ってるので、まあはっきり分かりにくいと思うんですけど、まあ農業革命ですね、これね、農業革命というか農業社会に変わったということですね。それが最初の革命と言えるのかな。どうでしょうかね、まあ、日本でいうと弥生時代みたいな感じ、農耕文化がね定着して社会が生まれていくということですな。では訳をつけます。およそ250年前、見積もられた世界人口は8億人であったが、次の大きな革命が起こりました。つまり産業革命です。では第2文に行きます。 It was based on、ね、まあこれが主語で was based で V と、で It はね、三人称単数なので、先ほどのリボリューションを受ける、あるいはまあそのインダストリアルリボリューションを受けると考えていいでしょう。Based on the fossil coal と、フォーセルは化石のっていう、コールが石炭なんだけど、まあもう単純にこれ石炭でいいと思うんですけどね、石炭に基づいていたと、まあ基づくというか立脚するというかね。で、アザエナジーソース、これがエネルギー源ですね。で、カンマがあるでしょ。だ、スティームエンジン、まあ社会で、まあ、中学校の社会の時にね、産業革命でなんか蒸気機関みたいなやつがあったでしょ。もうこれがそうです。蒸気機関ですね。蒸気機関と聞くとなんか古そうな感じするでしょ。これね、なんか古いんじゃないのって昔の話やんみたいに思うかもしれませんけど、今も基本はこれでしょうね。今もね、つまりね、水を水蒸気にすることによってね、その水蒸気に仕事をさせるんですな。だから水を水蒸気に変えることにエネルギーを使うわけですよ。え、何のことって思うかもしれませんけどね、気体の持つエネルギー凄まじいですからね。あ、発電がそうでしょ、タービンっていうやつね。で、アーザーエナジートランスフォーマーということで、このトランスフォームはね、変形するって意味ですね。これ覚えてくださいね、変形する。だからまあエネルギー変換器とかね、変換装置とか、いうふうに訳していいでしょうな。で、ここにアズがあるでしょ、何々としてと。そうするとここにもアズがあるでしょ、なんか形似てるでしょ。そしてさらにカンマがあってアンドですね、ザ・コロニアルシステムと、こう来て、これまあ植民地制度、植民地の仕組みで、またアズがあるでしょ。That means for bringing resources from over, all over the world to Europe. と言って、この from が出てくるとね、大体後ろに to が出てくるケースが多いです。from A to B ということで、A から B へと訳します。だから世界中からヨーロッパへと。え、なんすかこれって。これはね、リソースをブリングするわけね。だからこの副詞句がブリングとセットになってね、資源を世界中からヨーロッパへ運ぶための手段です。としての、植民地制度と。これもね、中学校で歴史の時に学んだと思うんですけど、なんかこう東インド会社みたいなやつあったでしょ。オランダとかさ、イギリスとかがね、こぞって作るわけですよ。まあ何
そういうこう生産地を支配してね、ただで何これね、盗んでくるみたいな感じ。ブリングとは書いてるけど取ってくるんですよ、普通にね。取ってくるどころか運ばせる感じ。まあ奴隷制度に基づいているので、奴隷という言葉は出てきませんけどね、ここではね。さあ、そしてですね、ここの構文なんですけど、一体どうなってるのっていう感じで、あの安堵の、いつも申し上げるんですけど、この安堵ね、この安堵の並列構造をよく見てください。安堵はね、この直後のものにね注目をしてください。こいつですね、でこいつと同じようなものが並列になっているということで、まあ、大体分かったでしょう。ちょっと色を変えようかな。これね、ちょっと見にくいな、こっちでいくか。まずこれね、こんな感じで、その次にカンマがあってこんな感じね、で最後にこれちょっと長いですけどここまでね、でこの3つのものがオンにかかってるわけですな。つまりこの産業革命というものが3つのものに立脚をしていたということでなりますね。石炭ね、石炭ってさ、なんか今聞くと古そうな感じするでしょ。ところが中国はもちろんこれがメインだし、日本もこの何火力発電のメインのね、エネルギー源は石炭使ってますからね、まだね。それから、このスチームエンジンね、蒸気機関と、でこのさっき申し上げたんだけど古い感じがするけど今もこれ使ってるからね、十分ね。そしてコロニアルシステムと、これは表立ってはもうないですよ、表立ってはね、植民地支配っていうのはね。でもどうでしょうね、実際、例えばそうだな、今だと、まあ、もちろんエネルギー源もありますよね、ただそのコロニアルではないでしょうけど似たような感じじゃないの。あの何、アフリカのレアメタルとかね、そういったものをただでは取ってこないので、でもあるいは他のコーヒー豆とかね、そういったものも今も似たような状況じゃないのかな。まあいいでしょう、そういうことはね。一応英文の中ではそういうことになってますね。ちょっと汚くなりましたけども、大体構造を取れましたかね。筆者に言わせると、この産業革命の立脚点3つだよってことね。石炭と蒸気エンジン、ね、水蒸気、そして植民地制度と、この3つのものに立脚をしていたと、ふーっていう感じですね。訳をつけましょう。それはエネルギー源としての化石の石炭、エネルギー変換装置としての蒸気機関、そして世界中からヨーロッパへ資源を運ぶ、もたらすための手段としての植民地制度に立脚していた。では第3部に行きましょう。ハンター・ギャザラー・ソサエティ was characterized by sharing と、ですね、これが主語ですね。ザ・ソサエティと、社会ですね、これが主語ですよと。で、was characterized、 まあ受け身の、ね、受動態の過去形ということですな。キャラクタライズは特徴づけるということで、何々を特徴としていたと、あら特徴づけられたでもいいですね。ハンターギャザラーというのはね、狩猟採集ですね。いい？こっちが狩猟ね、これが集めるで採集と言いますけど、あの要するに取って食うってわけですな。日本でいうと縄文時代みたいな感じですな。
縄文時代は、うん、まあ農耕はまだ文化としてはないんでしょうね。まあだから世界的にもそういうことなんでしょうね。社会、あの人間社会としてはね、まずはハンターギャザラーソサエティが最初、まあソサエティがあったということなんですね。社会がね、社会というのはまあある程度人間の集団があったということなんでしょう。まあ、なんかほら壁画もあるじゃない、ラスコーとかね、アルタビラとかね。でバイシェアリングで、これは共有ですね、分け合うことでもいいしね、共有でもいいですね。これで特徴付けられますよということです。さあまたまたカマがあります。プリインダストリアルアグリカルチャルソサエティと、これ座学でしょ、定冠詞の座が来て、このソサエティのね、社会です。でプリっていうのはね、前のって意味ですね。だから産業前のです。全産業農業社会でもですね。だ日本でいうとどうですかね、これは弥生時代から江戸時代ぐらいまで、まあ江戸の後期ぐらいになるとね、ある程度なんかこうマニファクチャーみたいなやつが出てくるので、ただあれでもね、家内製とかね、工場って言ってもまあ今のレベルに比べればね、はるかにあれですけど、まあ江戸時代までは農業社会と考えていいでしょうね。だってほらお米がお金なんでしょ、それはもう農業社会そのものですよね。でバイオーイングと、オーンというのは所有するということなんで、何らかの所有という概念が発生してるんでしょうね。例えば土地の所有とかね、から生産手段の所有、さすがに奴隷の所有はないと思うんだけども、まあでも奴隷とは言わなくても似たような制度はあるんじゃないですかね、あの日本の場合ね、それから土地、それから生産物、こういったものが所有という概念が出てくると、これ当然先ほどのシェアリングとの対概念というかね、対立する概念ということになりますけどね、共有から所有へということになります。まあ主にやっぱり土地でしょうね、これね、これ誰の田んぼよとかね、荘園とかあったじゃない、それによって特徴付けられますと。まあ筆者はそういう見方です、社会をどう見るかね。で安堵が来まして、ザ・ディ・インダストリアル・ソサエティと、これ産業社会ということで現代も入ってます。日本でいうとね、一応明治時代からということですかね、明治時代以降のね、まあまあでも昭和以降かなって感じするんだけどね、まだ明治大正ぐらいはまだまだ農業社会でしょうからね、日本はね。でバイステドリーインクリストオーナーシップと、ステドリーが次第にとか徐々にって言うんですね。でインクリスト増えていくってね、増加する、オーナーシップ、これ所有権です。だからまあ所有権が増大っていうのはよく分かりませんけど、権利としてね確立していくということでしょう。これはまだほらオーイングなんでまだ同名詞でしょ、こっちは明らかに所有権っていうね抽象的な概念になってます。所有社会ですな。まあ当然資本主義社会とのね、リンクによって発達していくんでしょうね、貨幣経済とともにね。だから江戸時代の場合はまだね貨幣経済は発展はしてるでしょうけど、米がね、その裏付けなんですね。で今は貨幣の裏付けはないですよね。金本位は昔の話でね、もう金で、貨幣の価値をね測るってことはないですけど、次第に増加していくオーナーシップね、所有権と。さあそこでこの文章なんですけど、実はよく分かりませんと。これね、ここにソサエティがあったでしょ。だソサエティが3つ並列になってるわけね、こうやってね。で全て V が省略されてます、ここね。省略される理由はですね、同じだからだ。やはりね英語ってね、なんか同じ表現を避けたいみたいね。だからここも Was characterized があって by owing なんね。そしてここの部分もこの Was characterizedがあって by steadily increasing ownership なんですな。 V の省略です。だからまあ、並列になっているね、
文が3つ十分という感じですかね。したがってこれが S の2と、でここが S の3ということになります。では訳をつけたいと思います。狩猟採集社会は共有することによって特徴づけられた、そして全産業農業社会は所有することによって特徴づけられた、さらに産業社会は次第に蓄積されていく所有権によって特徴づけられた。まあ今のようにですね、この特徴づけられるっていうのを本当はね3回ぐらいここも、ね、入れて、でこんなふうにね省略されてるのを気づいてるよっていうふうにね、やるといいんじゃないかなと思いますね。では次行きましょう。Acquisition and consumption are means of keeping the industrial society system going. そうですね。これが主語になりますな。この2つね。獲得することと消費すること。なんでしょうね。獲得すること。まあ今まで出てきた話からするとですよ。資源をね、資源を持ってくると。それからいろんなものの所有権を確立していくということで、獲得、まあね、どうなんだろうね、獲得する。そしてこれが V ですな。で A means、 これが C ですね。でこのオブがありますけど、これはね同格のオブですね。なんなんする手段と、だから訳さなくていいんだけど、こうキープする手段と訳すといいですね。キープする手段で、キープなんですけど、キープの後にね、ちょっとこういうのがこう分かるといいんだけど、これキープを動詞と見ると、The Industrial System が目的語で、この Going ね、これは C' になります。O を C の状態に維持するということですね。キープの一つのね、語法みたいな感じですけど。だから、産業社会、これね、O、Going だから継続する、あるいは成り立たせるでもいいですけどね、手段というふうに訳せばいいですね。それがアキジションとコンサンプションと、だから消費がなければね、次の生産が生まれないわけですよ。いいですか。だから生産と消費はね、表裏一体なのね。で先ほどのコロニアルシステムですけど、ね、実はその、まあ、イギリスが発展した一つの理由というか要因というかね、自国で作ったものを今度は売りさばくわけですよ。売らないと意味がないでしょ。意味がないというか無駄になるからね、無理やり売りつけるわけですな。当然大量に生産するんで安くなるわけですよ。明らかに貨幣経済とのねリンクで経済発展していくわけですな。では訳をつけます。獲得と消費は産業社会を継続し続ける手段です。では次いきます。 The ecologically sustainable or housekeeping goodmode of life was replaced by an exploiting one。 だいたいわかると思うんですけど、まあ、主語が、この The Ecological Sustainable ですか。次よ、これはね Mode of Life と、これが主語です。だからまあここが主語ですね。で Was replaced で V と、でここにこうカンマとカンマがあるでしょ。これは確実に挿入句です。挿入句はね、まあ今まで何回も出てきてますけど、
これがないものとした場合に文が成り立てば挿入句だと判断しましょう。明らかでしょ。このオーアンハウスキーピングがないとした場合にキリにつながるじゃない。でイコロセイカリーっていうのはこれは 生態学的っていうことですね。生態学的っていう訳を当てはめます。でサステイナブル、最近流行ってますね、こういうね、持続可能ってやつですな。維持可能でもいいしね。だから生態学的に持続可能な生活様式と、ね、生活様式で、これがねつまりで訳します。でこの ING ついてるんで、これ形容詞なのね、こういうね、だからこうかかっていくわけです。もう一回いきましょうか。生態学的に持続可能な、つまり、ね、化成学的な生活様式と、あれ家計的なってね、ハウスキーピングというのは家事でしょ。要するにですね、この生活様式が何かというと、まあ、なんていうの、この家政的なというのは、そうね、生きていくのに必要最低限なって感じでしょうね。家族として、家としてね、人間がイメージ湧きますかね。3食とね、3回ね食べるでしょ、1日ね、3食と、それからまあ炊事洗濯、うん、炊事でしょうか、炊事洗濯うんぐらいができればそれでいいんじゃないかということなんですな。それがね、生態学的に持続可能な生活様式です。だから人間がこの生活をしている限り生態学的に維持できるということですな。わかりました。家で3回ご飯食べようねって、それでいいじゃないのって、人生はと。まあもうちょっと言うと、農業中心の生活と、農業によって支えられる生活、社会、こんな感じだと思います。でこれがね、プリインダストリアルと対応してるわけですわ。わかりますね。だから社会が先ほどね、プリインダストリアルから社会ですよ、社会が、まあ、農耕社会、まあ、最初は狩猟ですけどね、から産業社会に変わっていったよと、社会が。でそうすると人間のね、生活様式、生活様式もこの家計的なものからね、でこれです、エクスプロイティングね、これ開発的と訳しますけどね、これ難しいですね、これね。そしてワンがあります。これ 代名詞ですね。不定の代名詞で、これを受けます。モードオブライフを受けますね。だからそういった開発的な生活様式。例えば、まあ開発的な生活様式って言われてもちょっと分かりにくいんですけど、そうですね。例えば車、車なんかもそうじゃないのかな。自動車産業っていうのが今日本で一番なんですよ、あのトヨタ、日本で一番儲かってる会社、まあ、他にもあるかもしれませんけどね。それから世界的にね、有名な大企業となるとトヨタなんですよ、ね、でそれがいるのかっていうことなんよ。このイコロジカリーサステナブルな生活様式に車いるんですかと。しかも車も、ね、ピンからキリまであるじゃないですか。今まあ中古車も高くなってますけどね、そんな高い車いるのかみたいな感じでね。でさっき言ったようにね、あったように生産と消費、あるいは獲得と消費がそのこう手段なのでね、産業社会を維持する。だからね、価格は高くならないと次の生産に結びつかないのね。なかなか難しいもんですよ。でこれにとって変わられたということです。わかりますか。今我々がもろに直面してますよね、これね。だからサステイナブルではないということなの。まあここ数年でね、 SDGs ということで、なんかサステイナブルな社会を目指しましょうねって書いてますけど、
結局この論議からいくとですよ、 この社会が産業社会である以上はですね、この生活様式もこういうものにならざるを得ないんですよ。わかりますか。こうだからこれが維持されるね、逆にね。まあ表裏一体なんでね。だからどっちか片一方だけね、なんか都合のいいように変えるということはできないと思いますよ。では訳をつけてみましょうな。生態学的に持続可能な、つまり家計的な生活様式は、開発的な生活様式にとって変わられた。では次いきましょう。アノニミティって珍しい単語ですね。became common。 でこれで SVC 完結ですね。このアノニミティというのはね、匿名性という意味です。匿名性が一般的になりました。当然産業社会においてということですよ。ということはですよ、産業社会の前、農業社会ね、は匿名性はなかったわけですね。最近まあ、なんか何スーパーなんかでこう農産物がね、これはどこどこの誰々が作りましたみたいなやつがちゃんとね表示するようになってますけど、もちろん表示されてないのもたくさんありますよね。匿名性という感じですね。つまりどこの誰が作ったかわからないと。あるいはどうですか、 SNS の情報発信、これなんか典型的ですね、こういうね。だから匿名性が一般的になりましたと。例えばよくテレビなんか、テレビっていうかニュースでもそうですけど、ネットなんかもそうですけどね、ネットがざわついてるとかね、だからなんかこう炎上するとかね、これもまあ匿名性かなって感じはしますよね。で、フィッチがありまして、コントリビューツと、これ S がついでしょ、三人称単数現在形の S なので、これが V ですね。でそうするとこれ主語なんですな。だからまあワンワンみたいな感じで、ダッシュダッシュみたいな感じしてね。でこれがですね、関係代名詞なんですけど、このフィッチはですね、こうカンマが前にある場合ですよ、なんか継続用法とかね言われます。聞いたことありますかね。あれは非制限用法とかね、まあこういう文法的な名前はどうでもいいんですけど、何を受けているのかが大事です。通常ですね、フィッチは直前の名詞を受けますけど、これ直前がコモンという形容詞になってるでしょ。だから今回はこれ全てを受けます。したがってね、文訳すときはね、この継続用法の場合はここでも切ってください。二分あると思ってください。だから匿名性が一般になりました、そしてそのことがってやればいいですね。犯罪に貢献します。ほらこっち現在形でしょ。こういうね、時制もよく注意してくださいね。こっち過去形でしょ。だから産業社会になってね、それが発展していくにつれて、匿名性というものはどん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 社会の中で浸透していくと。そうすると現在における犯罪につながっているということですね。まあこの文章全般的に一体何を言いたいのかよく分かりませんけど、まあ産業社会の成り立ちとか、それから特徴とか、そういったものをね、なんかこう筆者独特のね、独自の観点から見ている感じはしますね。では訳をつけましょう。匿名性が一般的になり、そのことは犯罪に貢献している。ちょっとこれ、ね、過去形になってしまってますけど、これアウトですね。していると、あるいはするでもいいですね。現在形で訳してくださいね。では以上で、ストラクチャー第45項終わります。
お疲れ様でした。さよなら。